粛が決まってお店を休むよ。あてなどないからどうにもならない。ありがねはたいて家賃を払えばこれからどうしよう。どうにもならない。見慣れた街の飲み屋に行くなと言う。銀はぬくぬく俺たち10万。マスクが2枚じゃどうにもならない。アホにもなれたし言い訳にもなれたよ。上から目線でどうにもならない。ボンボン銀は知らばくれるし最後は居直る。どうにもならない。隠蔽改ざん公文書破棄になるなら選挙に行かなきゃどうにもならない。知ってよ。